ご視聴ありがとうございますこれよりお届けいたします作品は野村古道作ゼニガタ平次鳥物控えより古事記殺し昭和30年オール読み物1957年ゼニガタ平次鳥物全集第24巻青空文庫未収録それでは本文をどうぞ こじきごろし第一章親分妙なことがあるんだってね八五郎は飛び込んできました江戸のお盆は良い日和が続きます平次は庭に降りて秋草の手入れに余年もありません本玉げに断然姿江戸は変なものが流行るんだってねおめえが花恋でそそる江戸士だってあんまりまともな流行るじゃねえな 八四方の娘っ子はみんな逃げ出す <laughs> そんなもんじゃありませんよ笑わせるのはこの説流行りの「小じ殺しで」で昨日も上野に一つそいつがあったんですってねおおそんなことがあったんだってね平次は一向に無関心でした最初は九段の坂下で次は上野の三橋小じが死のうと大名が行き倒れようと。 明神下に住む銭形平次には関係がなかったのですそれにしても江戸というところはなんと古事記の多いことでしょう相すまねえがこれじゃ諸国の吐きだめだ俺やおめえはその吐きだめに餌を漁さってるのさ無駄飯食いが多すぎるな橋の田元や坂下にぼんやり半日もたっていると結構暮らせるから悪いだんだん話が哲学的になってきました 話題の江戸の遊民たちはこうして暮らしていたのですところでおめえはそんな用事できたのかあがちげわしは上野の現場を見てきましたがね三橋で殺されたのは上州という古事記でお自がらみの親父だ土地の人に可愛がられて暮らしていましたよ昨日はお天気も良かったし弁天橋のお参りも多いから一日のうちにもらいためたんでしょう 面通に二三百、他に懐の財布に三眼紋も持っていたそれじゃあ物取りじゃあるね試し切りかな試し切りはバサリとやるでしょうい口でどてっ腹えぐりはしませんなんだとそれも細身のすげえ道具だ後ろからやられているが急所を一とき真の像をやられちゃ声も立てられませんや言ってみよう八チこじ殺しですよ そこへ親分は行くんですかその小敷殺しが珍しいんだ小敷を殺してそのもらいだめもさらわねえ珍しいこと三眼と二百ですよ身ぐるみはいでもこいつは新生の足しにはならねえそれじゃあ何のために小敷を殺したんだ二人だぜ最初は九段下次は上野の三橋行ってみましょうこうなりは親分のお供だ八五郎は 武将不不に立ち上がりますそこから上野の見橋まで再び汗をかかなければなりません見橋に着いたのはやがて昼近い頃でした殺ろされた上州は無縮者で引き取り手もなく橋の田元に浅ましい死骸を放り出されてあることと思いきやそこはきれいに吐き清められて死骸は徳氏の人に引き取られ下や竹町の問屋 玉田や春右衛門方に移されたと万人は言うのです。竹町なら遠いところではありません。平次はすぐさま玉田や春右衛門方に出かけました。玉田や春右衛門は繁盛した店です。いきなり平次が行くと、店中いくらか転倒して下へも置かぬあしらいです。おや、手荷物の親分だそうで、これは恐れ入ります。 少しはげた主人の春右衛門は福々しくていかにも女才のない五十男でした「三橋のそばの小敷の茂を引き取ったそうでわざわざ後を追っかけて命令りした」「それはいい塩梅でどこかへ投げ込もうと思いましたがあれでも仏様には違いありませんから一応お線香でもあげて」と春右衛門は言うのです。 死骸は裏に置いてあるそうで、平治は路地を抜けて裏へ回りました。二、三人の娘や雇い人たちがいるようです。その娘の中に思いのほか美しいのが混じっていたのを、八五郎は見ないわけに参りません。私は若い頃、人様の厄介になって散々苦労をいたしました。玉田屋ののれんをあげて、 今ではこの通り繁盛しているのも天道様のおかげと思い、雪倒れがあると聞けば世話をしております。しょぼ時期のところ、私ももう少しで雪倒れになるところでした。独り言のように、主人の春江門はこんなことを言うのです。そら心がけのいいことだね。人はつい昔のことを忘れがちのもんだよ。平治は相槌を打 一応の調べを終わりました何の変哲もない古事記の死骸ですが後ろの傷はものすごくただ一月に命を絶っているのですすげえ手敵ですねえ親分八五郎は覗いておりますその通りだが古事記を二人虫のように殺すとは容易ならねえことじゃねえか見る影もねえ古事記だ普段下の殺しは知らねえがこれはただのハゲチョロの五重親父だ 人に恨まれるはずもねえもらいだめもそっくろしている平次は何か一生懸命に考えておりますたかが小じきといっても人の命はそう手軽に立つべきものではありませんどうしました八九段へ行こうでもお茶が減ったようでそれどころじゃねえよ人の命にかかわるかった平次はぐずぐずする八五郎を引っ立てるように竹町から九段まで飛びました その頃坂下にあった番所で親父に聞くと「ええもう死後んちめえのことですよ」「小敷がやられた一件で親分の乗り出しは恐れ入りますねと言ったわけ「二つ殺しがあったんだただの小敷じゃ済まさるねえ」平次は意気込んでおりました「実手を取る身になれば大名も小敷も人の命に変わりはありません」「遠州という男でしたよ」 が絡みの達者な男で何とかして食べられたでしょうが小じきとは身を落としたもんで最も体は丈夫なくせに傘で手足は少し不自由でした坂下に陣取って右や左の旦那様をやっているところをぐざりとやられたんでもらいだめは面んつうの中にありましたよ穴の空いたの56枚これは見せ金ですね胴巻まきになんと親分の銘だが小判が2枚そいつは大金だね とも言えねえ大金ですよ。立ち会ったお役にも申しました別人はそれを知らずに逃げ出したか大金のあるのを承知の上で逃げ出したかその辺は難しいところだと伊田町の正親分も言いましたが辻番の親父はこう説明してくれましたしかし2人の乞食は殺されたことは事実ですがこの2人上州と遠州には 何の共通点もありません第2章この事件は思わぬところに発展して3人目の犠牲者が出ましたお前さん明神様の方に何か変わったことがありゃしませんかある朝お静が注意してくれたのです平次は井戸端で顔を洗っておりましたそういや様子が変だなちょっと行ってみるぜ平次はその場から飛んで行きました 顔を洗ったばかり飛んだ早業ですおお銭形の親分大変ですよ今お使いを出そうと思ったところであんたの親父が坂の上から飛んでくるのと合いますどうしたんださらら、ボロボロ。喧嘩か火事かそんなことなら驚きはしません人殺しですよ親分なんだと石畳の端っこでおもらいしていたびっこたつが今朝背中から細いあい口で刺されて死んでいるじゃありませんか そらへんだ。栄治は明神様の坂を一飛びに登りました集まった野じ馬はもう十人二十人崩れたこじきびっこの龍を取り巻いてひしめきます龍というのは三十五六の男でした大びっ子で用意には歩けないのと人品の穏やかなのとで土地の人の人気を買い明神様の境内に 一年くらい前から住み着いた小敷だったのです。平地が立ち会って、一応人を散らした上、商売柄らしく調べました。と、前の二人の小敷と、全く同じ手口で殺されているのに、懐はかき散らされ、肌守りらしいのは引きちぎられて、目の前の面通まで、めちゃめちゃにかき散らしてあるではありませんか。おや殺しがあったんですってね。八五郎が、 向こう柳原から飛んできました蜂かいいところへ来てくれた買い出しの人に聞き出したよ親分が一人で困っているだろうと思ってこういった蜂五郎です三人目の小敷だ悪い年割ですね小敷にたたる年というのはねえよこれをそこに頑張っておもらいをしていたびっこたつじゃありませんかそうだよ懐を探したのは もらいだめをねらったんでこうなると一文なしの片木の方が安心だそんなことは自慢になるもんかやがて御犬士が住んだのは昼近い頃これも平次の顔が聞いて早く済んだ方です